うわガチうまそうじゃん。これより太い包丁はない。はい、撮れました。おー、綺麗。おー、綺麗。いいね。どうする？ここ撮っちゃう？撮っちゃおう。指引いたらあれだ。おー、いいですね。すごっ、綺麗な。はい、うまそう。これは、あとはよしさん、いっちゃってください。よしさんの男食い。 GoPro で、GoPro で。はい、待って。めっちゃうまい。めっちゃうまい。
じゃあ1枚、じゃあ俺取るよ、誰か、丸。え、いいよ、これ。そんな何食レポみたいな。食レポ、食レポ。いや、本当に、地味な食レポだって。全然うまい。そうですね、もう。いや、まだいいよ、別に。え、映らない、丸自体は。映んないよ。久しぶりだね。感想は？うまい。うまい。何の味なんだろう、これ。鈴木っぽい。まあ、鈴木とかそういう、うん、あれだね、うまい、これ炙りとかもそうじゃない、うん、うまい。スシローで出てきても、いや、全然スシローのやつ全然うまい。スシローで250円出てくるマジでうまいよ、やっぱ。スシローで250円出てくるやつ、醤油つけた方がいい、絶対それうまい。本当に、なんだっけ、このなんか食べたことがある。鈴木系だな、さっき。硬くない、平気、硬くない。あ、コリコリしてるけど、うん、うまいよ、味。うまい、全然、脂身とかないし、全然。一人一個でさんが、男飯です。じゃあちょっと釣った、オニベ、オニベ、いただきます。いや、最高だね。すごいね。これですよ、フィールアライブ。釣りの楽しみはね、やっぱ、自然との対話、宝探し。え、これうまさで言うとさ、今までの釣り歴ではどんくらい？結構上、いや、上だね。罰じゃない？罰群の群じゃない？一番美味しかったのは今までで。冬のシーバスかな、スズキの刺身。こういうシーバス系の味だよね、でもね。うん、それも次の日食べた、その晩食べた、もう帰ってきてその晩、その晩さばいて感動した。漬け込んで食べてる。